タルトをちょっと主にやろうということでやってます。フルーツは乗っかった、いわゆる生タルトになるんですけど、この辺の生のものも近くに万歳館さんがありますもんですから、そこで朝行って新鮮なフルーツを買って使うって形をとってますね。今菓子職人っていう名前になってるんですけど、職人って嫌われる時代でもやっぱり職人でいたいって気持ちが大きいですよね。こだわりがないところがこだわってるって感じかな。夏はパインを使ったりとかマンゴーを使ったりとかしますけど、まあ、冬になってくると栗とかリンゴとか、やっぱりお菓子屋さんやっぱ季節感をやっぱ持っていかないと、毎回毎回行ったら同じケーキしか並んでないじゃやっぱり面白くないんで、やっぱ作る方もやっぱりその方が楽しいですからね。マスカットのシャキシャキ感とちょっと甘酸っぱさと下のタルトとカスタードクリームのバランスがいいと。下手にこうねフルーツとか入れちゃうと、子供もし飲んだ場合とかそういうことを考えれば、やっぱ固形物入れられないなっていうことでね、全て口の中で溶けるようなスポンジでやって生クリームでやって、ほんと安心安全で食べれるもので作ってあげるんですけどね。最初はねケーキ屋さんでこんなの作っていいのかなと思ったんですけど、やっぱり、まあ、赤ちゃんの記念になればいいかなってことで作るようになってきましたね。でもねその1年後スマッシュケーキやったらなんとかですって言われてお客さんに来てくれたらやっぱ嬉しいですからね。リピットっていうのは私がお店を出した時に考えたお菓子になってまして、まあ世間言われるそのマドレーヌっぽいっていう言えばお客さん分かってくれるかなって感じで、本当もしっとりしてで口どけもいいですね。焼き菓子のいろんな種類の中からどれかっていうとやっぱりこれしかないよって形で迷ったらこれでリピットをおすすめしてます。やっぱり、自分は職人ですから、あくまでも職人としてやっていく以上新しいものの追求ってことはやっぱりしていきたいんで、タルトの種類もますます増えていくと思ってます。